皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もフォーワイルやっていきましょう。今日はですね、一つ検証動画を撮っていこうかなと思っております。まずはこちらをご覧ください。はい、こちらですね、このチェン・ウェンザオ選手、こちらを市場の方で120体ほど購入しました。で、今回はね、何をしていこうかというと、まあ、この120体をひたすら進化して進化レベル7を目指していこうかなと思います。で、もうね、保護もなしでひたすらに混ぜて混ぜて混ぜまくっていこうかなと。で、進化7はできるのかと、はたまた進化4とかで終わってしまうのかっていうね、まあ、どうなっていくかっていう検証をやっていこうかなと思います。で、全部でね、多分購入金額自体はね、3000ちょいだったんで、1人。まあ30万ちょいか。ぜひね、進化7を目指してやっていきたいと思います。それでは、進化画面に行きましょう。はじめ！ということで、早速、こちらひたすらに混ぜていこうかなと思います。120体近くいるんで、さすがに進化7になってくるだろうと。進化7になってくるだろうと。早速いきます。まずは1人目、まあ進化1はね、さすがになってくれると。案外あっさり終わっちゃうかもしんない。これも照準にしても、こっからどんどん混ぜていきます。さあさあさあ、まずあっさり6までいってほしいな。もうこっからはもうひたすらですよ。ひたすらスキップして、いいよ、いい調子。次はまあまあ1になってね。もうね、この進化が下がるのマジでね、萎えるよね、本当に。さあ、どんどん行きましょう。これ6とかなんなかったらめっちゃ笑うけどね。6一回も行かないみたいな。7チャンスなしみたいな。お、いいよ。4、1。これさ、クリティカルする確率に対してさ、減る？下がる確率というか、下がる幅がさ、おかしいんだよ。ちょ、待って。まず6チャンス。さあ6チャンス。いけ！これ見ましょう。来い！ 6 来い！来ました。おっと、これ、あっさり終わるか？頼むぞ。さあ、行きましょう。まず最初の7進化チャンスです。はい！いやー、そうだよね。まあそうだそうだ。そんなね、そんなすぐいかんよ。4まで下がりましたね。めげずにどんどんといきますよ。さあ5、いいよ。6、さあ来い。まずは6に行ってほしいですが、3までダウンと。もうなんか別にね、下がることに対して何のないっすね、感情も。末期かもしれない。やりたてではいったぞ、まじまじ。こんだけってクリッカーないもんね、全然。おかしいでしょ、4来てんの。5来た。さあさあ、まず6。あ、どんぐらい？結構もういない。結構もういない。やばい。さあ6来い。7チャレンジさせて1回ぐらい。来い。いや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 。3って。来た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 。この流れで6も来い。いやー、3まで下がる。待ってよ。全然じゃん。こんなん動画にできんよ。頼むから。6。あとね、12体しかね、まずい。まずすぎる。これ来て。頼むよ。いやー、マジか。もう3人戻るのデフォなんだけど。やべえ。これ6チャンスなくね、もう。4。あ、これいけるな。ノーミスでいけば。頼むぞ。来た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 。頼む。さあ来い。さあ来い。はい。ということで、もうなくなりました。ということでね、約120体。いやー、厳しいね。進化7にチャレンジできたのが、まあ1回と。厳しすぎんかね。
結構精神的に来るね、やっぱりこの終わった後。なんか TP30 万使って残ったのは進化後の選手と、またこういうねちょっと検証系やっていこうと思うので、こういうことしてほしいみたいな、はい、ございましたらぜひコメント欄の方でよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。